Hi everyone, I'm in Roppongi today at L'Atelier Dupin, who is known for using a type of bread dough, which incorporates shiratama to give it an extra mochi-like texture. They bake their bread in their original stone oven, which everyone can enjoy eating in their stylish store. And if you like this channel, please don't forget to hit the subscribe button and to turn on the subtitles. これを今巻いてるのケゴナって言って、生地がくっつかないように基本的にこんないっぱい使わないとくっついちゃうんだけど、その中でいかに多い中で少なく使うか。 若いと肩よりも低くなるし。 フランス産のゲラントの塩 160から270の温度帯火の当たりを調整してます。火当たりを一定になるようにしてます。 バターを表面に塗ります。 これよろしかったらどうぞ。エッグタルトですね。
で今ちょっとこれボカッチャっていう結構もう3時間ぐらい発酵して入れるんでかなり手間かかってるんで、まずこうやって縁を潰して、トマトソースとくんちゃまベーコンでして、沖縄のムザワナツナマヨっていう、はい、ミルクのチョコパンですね。ですね。これ白玉の生地って言って、生地自体も緩くて。どう？メロンパンですね。卵がしっかり焼けるまで、焼きカレーパンを作ってます。リンゴのデニッシュですね。白玉の生地で、まあ、バゲットを作る。難しいです。
のカラメル。ゴミ分けですね。毎日同じにやってれば、ま、同じものできるかって言ったら、まあ、どこでもそうですけど、それはちょっとできないんで、うん、本当パン作りはそこはもう難しいと思います。Thank you for watching my video all the way through. And if you like it, please don't forget to hit the subscribe button.